見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。
わ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブルックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさーん、ナミー、ブルック、どこだ、ナミ、ゾロ、ブルック、俺の帽子。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。
ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おいウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついて行ってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ、おい。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパー。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
何が大変だ。ルフィ、助けよう。道がねえ。ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。なんだ、こいつらあのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。どうすっかな。俺が相手だ。当たり！そこをどけやがれ。
なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。さてと。先に進む。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも俺たちに出ていけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ウソップ！ウソップが食べられちまう！ウソップ！待ってろ！今行く！うちのクルーに何してくれてんだ！今行く！マナーがなってねえの！やっべ！死なせない！俺が必ず助ける！行くぞ！これで元気になるぞ。
俺の仲間に手出すんじゃねえ。次はどいつだ。ゴムゴムのガトリング。動けねえ。パーティーテーブルキックコース。だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。ウソップ、怪我してないか。痛いとこあったら俺に言えよな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしね、全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いや、私を食べても美味しくないわよ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。
任せな。俺が仕留めてやる。さて、行くわよ。オチエンタフルール、クロトワマード。さて、どうしましょうか。ニップルライトスペシャル。さて、どうしましょうか。トレインタフルール。ド派手にぶっ放す。ハンマー。ニタカルビ。俺様のスーパーな活躍。ああ、フランキーはそうでなくちゃな。調子がいいぞ。やったー！
クソジジイの蹴りに近づいたか。必要な力なら残らず手にするわ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。今週の俺はスーパー強えぞ。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おい、お前殺しちまうぞ。オチエンタフルール、クロトワマーノ。まずいわね、こいつ強いわ。いくわよ、サイクロンケンパ。まずいわね、ぶっ飛ばしてやる。
ゴムゴムのガトリング。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。効かねえな。コンカス。ドスフルール。グロップ。ゴムゴムのバズーカ。粋なことするじゃねえか。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。これは気を抜けなそうな相手ね。いくわよ、サイクロンテンポ。これは一筋縄ではいかなそうね。今行くわ、行くわよ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。クソジジイのケリに近づいたか。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。よし、変態完了。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケンシ。山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。
サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ、この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ、恐れ入ります。まさかあれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、デケイ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待って、ルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。